石原洋三郎は、日本の政治家、福島県福島市議会議員、学位和学士、衆議院議員、衆議院東日本大震災、復興特別委員会理事などを歴任。衆議院議員を務めた石原健太郎の三男として、1973年3月、誕生。幼少期は、落農業を営む父と共に、農場で生活を送る。 福島県立福島高等学校在学中には、応援団に所属、生徒会の役員などを務めた。慶応義塾大学経済学部在学中は、学生寮で過ごす。卒業後、株式会社名電社勤務を経て2005年11月の福島市議会議員補欠選挙に民主党公認で立候補。46,357票を獲得し初当選。 一年半後の福島市議会議員通常、選挙においては、8134票を獲得し、トップ当選。福島市議会議員2期目半ばに、党支部並びに、党本部からの要請により、民主党福島県第一区総支部長を受ける。2009年、第45回衆議院議員総選挙にて、福島一区より出馬、亀岡伊丹を破り初当選。民主党は、 世襲政治家の問題点から2009年衆院選を前に三神党以内の親族の政治家が選挙区から連続して立候補することを禁止しており石原は父の石原健太郎と選挙区が同一であるが2003年の父引退から6年間の空白期間があるため民主党候補として立候補できた。なお二千三年衆院選と二千五年衆院選は 兄の石原慎一郎が民主党候補として立候補している。国会では農林水産委員会、文部科学委員会などに所属。2011年6月2日の衆議院本会議で行われた関内閣不信任決議案の採決では党の反対方針に反して棄権した。民主党は6月13日の役員会で厳重注意処分とする方針を決定し、 6月25日の常任幹事会で正式決定した。2012年の消費増税をめぐる政局では、野田内閣による消費増税法案の閣議決定に抗議して、広報副委員長の辞表を提出し、4月23日の党役員会で受理された。6月26日の衆議院本会議で行われた消費増税法案の採決では、党の賛成方針に反して、 反対票を投じた。7月2日には山岡健次らを介して離党届が提出された。民主党は7月3日の常任幹事会で離党届を受理せず除籍処分とする方針を決定し、7月9日の常任幹事会で正式決定した。同年7月11日、国民の生活が第一決闘に参加した。同年8月、国民の生活が第一が、 福島県総支部連合会を発足させると、その幹事長に就任した。12月16日の第46回衆議院議員総選挙では、日本未来の党公認で出馬するも落選。2014年12月14日の第47回衆議院議員総選挙にて、福島一区公認候補として、みんなの党より内定が出ていた。しかしみんなの党が回答。石原は、 参議院福島県選挙区で落選し、福島一区で出馬予定の民主党、金子恵未支援を表明、立候補を見送った。2015年7月12日党開票の福島市議会議員選挙に無所属で立候補し、7389票を獲得しトップ当選。その後、民進党に入党。2018年、民進党と希望の党が合併し設立された。 国民民主党に参加。2019年市議選に無所属で立候補し、再びトップ当選手4選。父である石原健太郎は衆議院議員や参議院議員などを務めた。母は福島市厚生保護婦人会会長などを務めた。2012年3月9日、中日アメリカ合衆国大使館にて、中日アメリカ合衆国大使ジョン・ルースらと、 東日本大震災の犠牲者に脅意を表し、植樹する。ありがとうございます。